おしぼり、おしぼりは、日本では客向けに飲食店などで使用される手を拭く道具である。お手拭きとも言う。通常は、ひらがなで表記し、漢字を混ぜた、おしぼり、おしぼりと書くことは、まりない。日本発祥のおしぼりは、今や、全世界に広がりつつある。日本の10月29日は、10本の指をに、不休、苦の頃合わせで、おしぼりの日と定められており。 全国おしぼり共同組合連合会において2004年に制定された。おしぼりの歴史は古事記や源氏物語が書かれた時代まで遡ると考えられている。前身となっているのは、く家が客人を家に招く際に提供した濡れた布。江戸時代になると木綿の手ぬぐいが普及し、旗子と呼ばれた宿屋の玄関に旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが、 用意されるようなり、客は手拭いを桶の水に浸して絞り、汚れた手や足を拭った。この、絞るという行為が、お絞りの語源になっていると言われている。戦後復興で、日本に少しずつ飲食店が増えていくと、戦時中の混乱で消えかけていたお絞りの習慣が、徐々に普及し始めた。当時はお絞りを時点で洗い、丸めて、自家製のお絞りを作り提供していたが、 客数が増えると手作業では追いつかなくなり、おしぼりを貸すビジネスが生まれた。最初は自家製の洗濯機を使い、一本一本でで巻いて飲食店などにおろしていたが、その後外食産業がさらに発展したことで、業者は量産体制を備えるまでになり、貸しおしぼり業が一つの立派なビジネスとして確立された。最も一般的なおしぼりは、タオル地の普遍を水に浸してしぼり、 適度に湿ったものとすることで、食事前や食事中などに食卓に置いて手を拭くのに、便利なように供したものである。普遍は巻くか畳むなどして細長く成形され、ビニールに密封されるかまたは、おしぼり受けに乗せて出されることが多い。なお、おしぼりを乗せたり筒状等の携帯用容器一般を、おしぼり入れという。おしぼり受けを用いない場合であっても細長く。 成形されるが、弁当などに転覆される場合にはその限りでない。最近では、環境への意識の高まりから持ち歩くことができる、イおしぼりなども販売されている。また、さらなる環境貢献を実践していくための人材育成の一環として、おしぼり、エコマイスター制度を創設し、おしぼり業界における環境対応について考える活動も行われている。 素材は布の他に紙製内紙は不織布によるものもあり、その場合には使い捨てとして利用されることが多く、その消費量は年間で29億枚に上る。紙製の場合にはアルコールや安定化に酸化塩素等を含有する液体を用いることもある。普遍を用いる場合と比べて畳んであるいは丸めて収納するとごく薄いパッケージに入れることが切るために、 弁当などの市販の食品にあらかじめ添付して喫食前の手の正式に用いるよう供されることがある。また、不織布をエタノールなどに浸したウェットティッシュという製品が市販され、一般家庭やオフィスなどでおしぼりの代用として使われている。接客サービスを提供するバーやクラブなどではホステスやホストが客におしぼりを開いて手渡すのが一般的である。また、 最近では接客サービスの向上により、居酒屋でもおしぼりを開いて渡す店が多くなっている。客は手や顔などを拭き、おしぼりはそのままテーブルのおしぼり受けに乗せておき、手やテーブルが汚れた時に再び使う。汚れたおしぼりは適宜交換される。また客がトイレから出てくる際には、未使用のおしぼりが手渡される。トイレ後に使用したおしぼりは、テーブルに置かずに回収される。 水分を与える際に、温水内脂は、スチーム等により適度に温かい水分を普遍に染み込ませることによって、温かいおしぼりとしたり、水分を含ませた状態で冷蔵等することで、火気等におるのに適した冷たいおしぼりとしたりすることが可能である。おしぼりを加熱する機械としておしぼり加熱器がある。星新一は、朝、髭を剃る際におしぼりを顔に当てて、髭を柔らくするが、 タオルを手で絞る時に熱くて仕方がない。熱がることなくタオルを絞る器具を作れないものか、とエッセイに記している。本来的には手を拭くために強するものであるが、一部には手以外の体の部位を含み拭くために用いられることもある。一分程度目の上に乗せておくことで血流が良くなる効果がある。最近では香りがつけられたお絞りなどを提供し、 客の癒し効果を狙う店もある。また、利用室では、髭剃りなどの際、髭や皮膚に水分を与え剃りやすい状態にするために、蒸しタオルが使われるが、これも講義の意味では、おしぼりの一種である。また、この利用室の蒸しタオルを講述する菓子おしぼり業者が取り扱っていることも、多い。 電子レンジで濡れタオルを温めることで、疑似的なおしぼりを作ることができると考える人がおり、これに起因する事故が発生している。飲食店などで大量に供する場合、時点にておしぼりを準備するのではなく、おしぼりを用意する業者によるレンタルが利用されることがある。一般には、その場合、薄い透明のビニール状、ポリエジレンフィルムの袋に収められて、利用に供され、 使用後は業者に返還される。返還されたおしぼりは幾度もの選択を経て再び貸し出しに供される。利用不可能になったおしぼりはウエスやダスターとして専門の業者によりリサイクルされることも多い。おしぼりの平均レンタル回数、耐久性はおよそ25回となっている。今まではその手軽さから紙製、不織布のおしぼりを使用する店が多かったが最近では 環境の観点から、紙、不織布のおしぼりの使用を控え、リサイクル可能な布製のおしぼりを取り入れる、飲食店が増えてきている。菓子用おしぼりには、衛生面で非常に厳しい基準が設けられており、移植、変色がないことはもちろん、大腸菌や黄色ブドウ球菌が検出されないか、おしぼり一枚あたり十万個という数値、一般細菌数を超えていないか等の衛生基準が、 厚生労働省より設定されている。この指導基準に基づき、全国おしぼり共同組合連合会は、管理基準の衛生マークを制定し、組合に加盟している約300社のおしぼりは、必ずこのマークを表示している。また、正規ルートではない賃貸業者も存在しており、犯罪組織の資金源の一つとして、社会問題化している。その対策として、 防大法が1992年、平成4年施行され、このような行為は徐々に減少傾向にある。1959年より、日本航空は国際線で離陸前の搭乗客におしぼりを提供し始めた。このサービスが好評で、日本以外の航空会社でも国際線で熱いおしぼりを出すようになり、現在、離陸前におしぼりを提供するサービスは珍しくない。 また、海外の雑誌にも取り上げられるほど、日本以外の各国に普及し始めている。中国では、比較的普及が早く、高級料理店では、おしぼりが登場することも少なくない。米国や欧州のレストランでは、ナプキンを使用する習慣があるため、現段階ではそれほど普及していないが、おしぼりのローリング、放送を自動的に行う機械を販売する、日本企業では、すでに、 米国、欧州、カナダに販売実績を持っており、海外ではニュージーランド、オーストラリア、イギリスという会社がおぼりの提供を行っている。近年、ロール紙と除菌液を機械にセットし、ボタンを押すと使い捨ての温かいおしぼりが出てくるという機械がある。セルフ要素のある飲食店のドリンクバー付近やフードコートでも見られることがある。また、医療機関や 介護施設の現場では、衛生面という視点からディスポーザブル、使い捨て化が進んでおり、リネンのカシオ絞りから、ディスポーザブルのタオルを用いた体の正式や、排泄のケアへと変化しつつあり、このような機器の導入も見られるようになってきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。